今回は沼津と富士宮のあたりを、ふらふらしてきました。沼津、じゃなくて、沼津、って、入れないと変換できない沼津から。まずは腹が減ったので、朝ごはんに、向かう。こちらは1階の競り場から仕入れた、新鮮な魚が、堪能できるとのこと。機体でこうぶる鼻息を整え、いざ入店。窓からは沼津港の海の、景色が広がります。ちょっと、今日は曇りだったが十分だ。ニオと、刺身で決まり。ご飯と味噌汁、高すぎ問題。サバ、タイ、なんとかマグロ、多分イワシ、アジ。何の魚か忘れた、一切れ食べてしまった。うまそう。いただきます。なかなかの香味。多分イワシ。ご飯が進む。タイ。最高にうまかった、ごちそうさま。有名人なんかもたくさん来ているようです。競りの様子がモニターで見れるようです。港八十蔵番地というところ。メンダコ。シーラカンスでも見るか。開館前から30人くらい並んでた。何かの生き物。革手袋。ヘコアユ。チンアナゴではなくチンアナゴ。犬のチンミダオツキが似てるのが名前の由来だそうだが、チンもアナゴもなんでその名前って感じな生き物だな。堂々たる姿のカニ、しかしハサミの部分が小さい。足も細くて身が少なそうだ。残念。イソギンチャクは癒されるな。中に入ればゆっくりと見られるんじゃよ。そじゃあ行ってらっしゃい。冷凍のシーラカンス、剥製のシーラカンス、シーラカンスの一袋。お土産ショップもあって、可愛らしいぬいぐるみなどが売ってます。タコ可愛いな。イガグリガニ、流通してないけどうまいらしい。メンダコ、深海のアイドルらしい。実際はこんな感じ。深海プリンでも食べてみるかと思って食べてみたが、正直青いゼリーの部分いらないな。いちご大福も買いました。沼津を堪能したので、次は富士宮の白糸の滝を見に行きます。世界文化遺産なので一度は見ておきたい。ちなみにこの前言ったあの滝とは別物。着いた。あれか、100メートルくらいにわたって細い滝がいくつも流れてます。奥にはラスボスっぽい太い滝も見えます。スケールが大きいので細いと思った滝も、近くで見るとしっかり滝で、なかなかの水量で勢いよく流れているのがわかります。雨が降ってるわけではなく、滝の水しぶきで霧のような状態。左側には太い滝が流れてて、大きな滝壺を作り出していました。この川を作り出してる水量のほとんどはこの滝からできていると思うとすごい量だな。落とし、音止めの滝というのもあるので見てみる。ダイナミックすぎる。近い距離で見れているというのもあるが、水量が多くてこれは見応えがある。滝壺も大きいのでどれだけ水量が多いかよくわかる。割と近くにかき氷のお店があるようなので、行ってみる。かき氷なんて何年ぶりかな。雲上かき氷、雲上コーヒー。でかすぎる。とんでもないものを、注文したことにちょっと、後悔。ブルーベリーとなんとかチーズの、ソース、クルトンみたいなおしゃれなもの、乗せ。うまさに震えた。
今回はこんな感じで、沼津、富士宮を回ってみました。まだまだ行ってないところもあるので、また今後来てみたいと思います。それではまた。